これは簡単な話ですよ。後輩とか年下の人にいい質問をすればいいんですよ。父さんお母さんってどんな人なのとか、どこ出身なのとか、まあ当たり障りのないところからね。嫌だと思いながらも、この不機嫌である状態が機嫌があって楽しくて薄っぺらいよりマシだと思ってると、なかなかそこから変われないんですよね。不機嫌でいることへの忠誠心を捨てられるかどうかですよね。皆さんこんにちは、本田健の人生相談ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、少し前なんですが、8月の11日約4年ぶりの健さんのビジネスセミナーが東京で開催されたということで、どんなセミナーだったのか気になるという方もいらっしゃると思うので、お話伺っていこうと思うんですけれども、今回のタイトルは世界トップコーチが教える永続するビジネスの5つの秘密ということで、特別ゲストに世界的リーダーシップコーチとして活躍されているブレイン・バートレットさんをお迎えして開催されたということなんですが、はい、改めて健さん、このブレインさんどういう方なのか、そこから教えていただけますか？はい、ブレインさんはですね、もうコーチングっていうふうな言葉がない40年ぐらい前から、エグゼクティブコーチをやられた方なんですよね。で、そのコーチング業界を作った、メンバーとも言える方で、びっくりするのが世界コーチ協会の、トップの人をコーチしてるという、まあ、それだけでスクイックが分かると思うんですけど、まあ、あの方で、まあ、あの皆さんがご存知の大きな誰でも知ってる会社のエグゼクティブチームとか、そういったチームを作り上げるとかビジョンを練るとか、そういったことをされてる人なんですよね。ケンさんが知り合うきっかけは何だったんですか？TLC での話をした時に、いやこの人すごいなっていうか、まあ、そういうトップのコーチってなんかすごいこう切れ者って感じかなと思ったらね、とにかく優しくて、なんかジェダイみたいな雰囲気なんですよ。ジェダイ、そうなんですか？パキ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 っていう感じではないんですか？そうすごい優しい感じで、人生っていうのはね、こう直線では進めないんだよって、こうぐる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 こう蜂がね飛ぶみたいになって、気がついたらまあなんか結果出たなみたいな、みんなだからなんて言うんでしょう、こう出たとこ勝負じゃないけど、なんかぶっつけ本番でやってくっつりなんとかこう結果往来みたいなところにたどり着くんだよって、それはもう一般の人だけじゃなくて世界的企業のトップもそうなんだって話を聞いて、すごい励まされましたね。本当ですね。はい、そして今回のそのセミナータイトルの、永続するビジネスの5つの秘密っていうことだったんですが、うん、よかったらこのオープニングでこの永続するビジネスの秘密のそのうちの1つでも教えていただけませんか、健さん。まあ、1つにはね、やっぱり先週も言いましたけどビジョンですよね。どういうふうな方向に行きたいのかって、やっぱトップがはっきりしてないと一緒に行けませんよね。うん、例えばケネディ大統領が月を目指すとって言って、みんながこうなんか月だみたいになったんですよ。はい、例えばそんな形で日本の首相だったら日本は5年でこうなりたいみたいなこと言ってほしいんですけどね。そんなこと言う人少ないですよね。そうですね、本来はでもそうあるべきなんですね。うん、そう思います。そうすると今回健さんご自身がこのセミナーで何か学ばれたり気づきがあったっていうことって何かありますか？新たに毎回すごい深い気づきをいただくんですけど、うん、僕の中ではすごいビジョンを持っていいんだっていう許可ですよね。すごいビジョン、それはパッと出てきても、いやそんなの叶いっこないって思っちゃうようなすごいビジョンってことですか？そう 今の自分には大きなビジョンなだけで、自分が大きくなったらそれはそんなに大きなビジョンじゃなくなるんですよね。なんか自分のビジョンの凄さに圧倒されずに、そこに自分を合わせていくことができるっていうことに、なんか今はワクワクするというか、自分の目を身を振り返ってみても、例えば作家になるっていうのはもう大それたビジョンだったんですよね。はい、でも作家になってみたら、今度単なる作家じゃなくてベストセラー作家になってみたいっていうそのビジョンが出てきて、でその言ってみればなんか社会人になりたいっていうのと成功したいっていうのとまたちょっと違うじゃないですか。そうですね、そんな感じでベストセラー作家になる。で、日本のベストセラー作家にとりあえずなりましたけど、そうじゃなくて世界のベストセラー作家になってみたいっていう、なんかそうやってビジョンが大きくなっていった時に、
自分のサイズが大きくなっていったらそれはなんてことなくなるんですよね、うん、だから今作家になりたいっていうビジョンが僕の中にあったとしても、いやまた来月も出しますけどみたいな感じになってるわけですよ、うん、だからあれがすごく大きく見えたのは自分が小さからだけなんですよね。だから自分が大きくなってきたら、はい、そういうあのビジョンもそこまでビッグには見えなくなってくるっていう意味で、そのビジョンに合わせて大きくなるってことを僕は学びましたね。そうすると今例えばじゃあ私自分が、小さい、まだまだそこまで大きなものじゃない小さい状態だったとして、でもさっき健さんがおっしゃってた、もっとそれよりも大きいビジョンを持っていいっていうのは、自分が今いるところから考える以上のビジョンっていうのは誰でも持っていいわけですか？そうです、持っていいし、それを実現することもできるっていう許可をなんかもらった感じがしましたね。じゃあかなりこのタイミングでまたケンさんがそういう意味ではセミナーを主催する側ですけれど、ご自身にもいい影響あったんじゃないですか？まあ、そうですね、というかそういう人しか呼んでないんですけど、本当に、ね、僕が一番学ばせてもらいましたね。はい、ありがとうございました。それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。健さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム春夏さん。健さんこんにちは。こんにちは。私は後輩や年下の人と雑談をするのが苦手です。なんとなく年上の人が話を振って会話を広げていくような感覚があって、先輩や仲のいい年上の友達などと話すときは聞かれたことを答えたり、なんとなく合う話題を見つけたりしやすいのですが、もともと後輩に何かを教えたりすることも苦手な私は、雑談の時に何を話せばいいかわからなくなってしまいます。会話に変な間が生まれるのも嫌で、とにかく何か話そうとすると自分の話ばかりになってしまい、相手を退屈にさせている気がします。そんな相手といい会話ができるにはどうしたらいいでしょうか、というメッセージなんですよね。はい、ここは簡単な話ですよ。後輩とか年下の人にいい質問をすればいいんですよ。はい、そう、だからそれも例えばプライバシーにガンガン入ってくるのじゃなくて、例えば高校の時ってどんなことやってたのとかね、あの、今どういうふうなことを興味があるのとかっていうのを言って、でそして、うん、あの喋ってもらったら、ね、春夏さん先輩すげえいい人って、私の話聞いてくれるって、普通の先輩だったら自分の話しかしないのに、もうあの先輩はすごいっていうふうになるはずですよ。そうですよね、自分に興味を持ってくれるっていうので質問してくれると誰でも嬉しいですもんね。そうそうそう、お父さん、お母さんってどんな人なのとか、どこ出身なのとか、まあ当たり障りのないところからね。うん、あのよく健さんこういう質問の時にはある程度あらかじめそのリストを持っておくとあのいいっていうふうにお話しされてますけれど、例えばそのそういうひな型みたいな、あの最初のデフォルトみたいなのがあると、どんな年下や後輩の人ともまずそこから会話の取っかかりみたいな感じの持っておくと安心ですよね。そうそうそう、例えばだからあの生まれ、あのどこに住んでるとか、例えば、うん、東京以外だと四国って、四国って一回も行ったことないけど四国のいいとこってどういうとこなのとかね、はい、やっぱりその自分のこう故郷のいいところっていうのはやっぱり言われたらこう、いやうどんがねとかっていう話になったり、うん、そうするとその話をもう少し引っ張っていってもいいかもしれないし、あの天気のことかもしれないし、雪を降るのとかね、どれぐらい沖縄って暑いのとかいう話とか、なんかそうい こう台風の話とか、いっぱい振ることはできますよね。そうですね、あのやっぱりこう年下の人はなおさら目上の人とか先輩だと緊張があるから、どんどん自分から話を振ってっていうのはなかなか難しいと思うので、そういう意味ではあの自分が年上になった時にはちょっとそういう、まあ、ネタみたいなのは持っておくといいですよね、会話が生まれるので。そう思います。うん、はい、ということで、春夏さんからの質問でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いてみかママさんです。私は仕事や用事で疲れた状態で家に帰ると不機嫌になってしまいます。
口数が減ったり、一緒にいる人の顔も見たくなくなったりします。同居人はそれが嫌だと言ってくるのですが、どうしてもこの性格が治りません。人よりも余裕がなくなってくるのが早いタイプなのでしょうか。自分をコントロールする方法を教えていただきたいです。まあ、まずね、やっぱり、その、今いる場所が間違ってるってことですよね。あ、疲れちゃう、不機嫌になっちゃうっていうこと自体が。だから、不機嫌を直すっていうことより、不機嫌の原因を探ったらどうでしょうか。ああ、仕事や用事で疲れた状態で帰ると不機嫌になるっていうことだから、そもそもその不機嫌の種の部分っていうことですか、元の部分。そう。だから、いきなり転職しろっていうことでもないんですけど、はい、それが原因だってことが分かれば、じゃあ私はどういう仕事をした方がいいのかなとかね、ひょっとしたら断れたかもしれないんですよ、はい、でもそれを断らずにやったことで自分に対して怒ってるのかもしれないし、そっか、呼びつけた母親に対して怒ってるのかもしれないし、それで不機嫌になるんですよね。あ、自分の楽しいことを楽しい人と好きなようにやってる人は不機嫌なかなかなれないんですよ。そうか、あのケンさんの例えば周りでもこういうミカママさんみたいに自分がその場所じゃないところにいて不機嫌だった人が本当に本来その人がいるべきところにいて全く変わったっていう人っていますか？それはいます。でも多くの場合不機嫌な人って不機嫌でいたいから、あんまり楽しいところに行きたくないんですよね。不機嫌でいたい、あのそれはあれですか、あの自分が意識じゃなくて深いこう潜在的な感じでですか？潜在意識、ね、不機嫌の方が調子がいいじゃないけど、不機嫌の方が自分らしくなるんでしょうね。だからわざわざ不機嫌な状況にはまっていくような生き方を不機嫌の人はしてしまいがちですよね。そうすると、もし例えば自分がそういうタイプだったとしたら、でもそうするとそこが心地いいわけですよね。そう、だから不機嫌が嫌なんだけど、なんかイエーイって楽しいだけもちょっとなんか自分じゃなくなるような感じがして、嫌になったりするんですよね。じゃあそういう人ってどうしたらいいんですか？なのでどうしたいかですよね。この性格を直したいのか、不機嫌っていうのを取り除いて本当に機嫌よく生きるって生き方、これね、なんかねすごいつまらないというか浅い感じがするはずなんですよ。だから嫌だと思いながらも、この不機嫌である状態が機嫌があって楽しくて薄っぺらいよりマシだと思ってると、なかなかそこから変われないんですよね。じゃあそれを意識したらば、その状況から脱却できるんですか？脱却できる場合もありますけど、できるかどうかはその人次第ですよね。もうその人次第。もう不機嫌な人ってずっと不機嫌なんですよ。確かにそうかもしれないですね。テレビ見てても、もうこいつがキムタクはなんとかだとか言って、そのテレビに向かって文句言ってるお父さんお母さんっていると思うんですけど、そういう人っていうのは何かいいことがあっても、みたいになっちゃうんですよね。そうするともうそれってもう性格ですよね、考え方だし。不機嫌、まあ、ちょっとやや変わった言葉をプレゼントしたいんですけど、不機嫌でいることへの忠誠心を捨てられるかどうかですよね。忠誠心をがあるんですよ、不機嫌でいることに。じゃあそれが、私もその忠誠心やめましょうってした瞬間から変わっていくものですか？変わることはできますけど、その忠誠心が強すぎてなかなか変われない、ずっとその型でハマってきちゃってたらなかなか。そうですよね。そうなんですよ、これはまた何かの機会にゆっくり話しましょう。ということで、でもそういう忠誠心が自分は持ってたんだって、もしこのお話で気づけたらかなりの変化のきっかけになりますもんね。ということで、ラジオネームみかママさんからの質問でした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。ケンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネーム明太子さん、私のおすすめの本はロバート・ウォールディンカー、マーク・シュルツのグッドライフ、幸せになるのに遅すぎることはないという本です。
いい人生とは一時的なことではなく、その時々の物語が彩るものだということ、そのために一つ一つの人間関係を大切にしようと学びました。分かっているつもりになっていることを改めて教えてくれる本でしたということでお送りいただきました。これめっちゃいい本でしたねそうなんですね、はい、はい。そしてケンさんの選ばれた一冊教えてください。はい、龍神のすごい開運日ということで、慎吾さんという方が書かれた本です。はい、ケンさん、この本を選ばれたのは何かきっかけはあるんですか？これね、慎吾さんはなんか僕の弟みたいな存在で、ずっと、いろんなところで一緒にイベントやったりとかそういう感じでいるんですけど、このね、あのドラゴンの人なんですよね、慎吾さんって。で、この開運に関して一粒万倍日がどうだとかこうだとか、こういうの興味ある人にとってはよだれが出るようなすごい面白い本です。これをやれば運が急上昇ってあるんですけど、好きな方はぜひ読んでみてください。はい、ありがとうございます。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いいたします。幸せとは成長のことである。成長しているときこそ幸せなのだ。ウィリアム・バトラー・イエイツ。不思議。